ギガの神殿、ついに、ついに見つけたぞ。あの場所に長年探し求めてきた伝説の魔導書デスブリンガーが。今こそ目覚めよ。そしてこのマハビーラを受け入れるのだ。俺が旅に出てからもう5年の歳月が流れた。幼い頃に両親を亡くし、天涯孤独であった俺は16歳の年に故郷を後にした。別に行くあてがあったわけじゃない。ただ父がそうであったように騎士になることだけを夢見ての冒険の日々だった。大丈夫か？はい、危ないところをどうもありがとうございました。私はソロンの村のミレナと申します。あなたは？通りすがりの旅人さ。さあ、奴らがまた戻ってこないうちに村まで送ろう。ソロンの村、そこは俺の故郷にも似た温かな村だった。村人たちも皆俺を歓迎してくれた。少々長旅に疲れを覚えていた俺はしばらくこの村に腰を打ち付けることにした。